ディンディンディディディンディンディディディンディンディディディンディンディン。こんにちは、キリンタンです。今日は私がよくやってるね、日常のストレッチを紹介してきます。まずこんな風に床掃除の時もアキレス腱を伸ばすストレッチ、ストレッチ。気持ちいい。そして床をお掃除、お掃除、お掃除。あれ？あれね。こんなソファーの下はこうやってやれば バッチリ。そしてウォンタンの楽しい動画を見ている時も、腕を後ろで組んでストレッチ、ストレッチ。余裕ができたら腕をどんどん体から離してストレッチ、ストレッチ。気持ちいい。胸がぐーっと広がってとっても気持ちいい。前に倒れちゃったりして肩を柔らかくしていきましょう。肩回しなんかも簡単にできるストレッチ、ストレッチ。なんと水長拳奥義飛翔白麗とパン。こうやって北斗の拳を読んでエキサイトしている時も、カエルの足でストレッチ、ストレッチ。両足がしっかり床につくぐらい股関節を柔らかくしていくよ。ストレッチ、ストレッチ。気持ちいい。衣替えの時も足を開いてストレッチ、ストレッチ。つま先を伸ばしたり、かかとを出したり、体を横に揺すったり。開いたらもちろん閉じましょう。こんな風にね、足を合わせてストレッチ、ストレッチ。反対側もやって、ストレッチ、ストレッチしながらお片付け。気持ちいい。お外でハンカチ落としちゃった時もストレッチ、ストレッチ。ぐーっと足裏を伸ばして気持ちいい。お花屋さんでお花を眺めている時も、足を開いてストレッチ、ストレッチ。しっかり肩も入れてストレッチ、ストレッチ。気持ちいい。は、靴ひもとかがほどけちゃった時も、前後に足を開いてストレッチ、ストレッチ。
ついでに反対足もストレッチストレッチ。うん、気持ちいい。電車で移動するときもつり革をつかみながら、首が痛いなぁなんてときもストレッチストレッチ。斜め前にぐーっと引っ張るのも気持ちいい。首筋がしっかり伸びて気持ちいい。スマホ首もこれでバイバイ。気持ちいい。信号待ちしながらもストレッチストレッチ。おストレッチストレッチ。股関節を横にずらしてくく。気持ちいい。美味しいシチューを作っている最中も、手をついてぐーっとストレッチストレッチ。肩も背中も伸びて気持ちいい。もちろんお茶を入れる時だって普通には入れないんだな。これはとっても簡単。足をしっかりグッと上げて、お湯を注ぎます。うん、気持ちいい。いい香り。いやー、どれもこれも簡単で毎日できるものばっかりだったね。みんなぜひぜひ真似してね。バイバーイ。